俳句に頭を絞るのんちゃんです。ね、一句読みたいんだけどな。今もう完全に綺麗みたいな、あすごいで頭いっぱいなんですよ。あ、ハチマキみたいになってますね。なんだろうな、これで、あ、オッケーオッケー整いました。それが五七五で当てはまるかですよね。ちょっと待って待って、中七はできた。あ、ちょっと時間かかりそう練りに練ってちょっと整えたい中七は空の表情です。なんなんな、空の表情、あんなんなんにしたい。五五がで五文字って短くないですか。難しいですよね。あ、なんかこう毎日毎日見ていても空の表情ってこう本当に違くって、いろんな表情を見せてくれるよねっていうことを五七五にしたい。いや、最近は俳句に勤しんでるんですそう、俳句を極めたいんです。いやー、難しい、語が難しいです。語整わないプロになっている。あ、最初の秋の朝、秋の朝目に見えた瞬間奪い去る秋の朝、空の表情、お、すごい、晴れ女、雲を溶かせて朝日見るなんでそのポンポン思いつくんですか。秋の朝、空の表情、まちまちかな6文字、最後字余り、8時まで待ってもらえますか。ありがたい。ちょっと、まあ、一旦これでね、一旦このくらいにして、あの、今後思いついたら、そう、あ、豊かだな、だ、豊か もらっていく みんながもう作ってくれるからさ、秋の朝、空の表情、豊かだな。え、もうこれ完璧じゃん全然いいんですよ、全然いいの、まあ、もうだってこうやって吸収して育ってくれる、本当盗作に近いですけれども、え、すごい素敵な一句が皆さんと一緒に完成したかなって思っているので、うん、え、もうだって私が言いたいことをもうぴったり、うん、含んでますから、はい。あまりの速さに、もうあの、自分コメントしたやつかなってわかんない。ちょっとね。いいじゃないですか、もう私は大満足です。そうそう、こうね、合成していくんですよ、これが。合作ってことです、合作。でもまあ、これが、最後、私の名前をサインしていきます。